備えの基本を抑えて防災力アップを目指す備えのツボは、今日が今年最後です。年末年始の休みにぜひやってほしいことがあります。2021年今年も予期せぬ災害が相次ぎました。家族が集まる年末年始、ぜひ開いてほしいのがこちら、家族防災会議です。前線や台風による大雨に各地で頻発した地震、災害は私たちの備えの不足と心の油断をついてきます。激甚化する災害に備えは万全かどうか、自分や大切な人を守るため確認しておくことが重要です。そこで開いてほしいのが家族防災会議です。議題は事前の備えで大切な3つです。まずはお住まいの地域のハザードマップの確認、身の回りの災害リスクに変化はないか、避難場所は安全か、最新の情報に基づき把握しましょう。次は家庭内の備蓄品、非常持ち出し品、期限切れのものはないか、コロナ禍での被災に対応できるかどうか確認しましょう。最後は家族の安否確認方法です。集合場所や連絡手段に変わりはないか、改めて話し合っておきましょう。年末年始に抑えてほしい備えのツボはこちら、予期せぬ災害が相次ぎ、備えの重要性はますます高まっています。家族防災会議を開いて、我が家のルールをアップデートしましょう。